5番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。占い師使用します。6番さんに白が出てました。占い師ね、本当にね、ちょっとね、苦手なんでね、ちゃんと上手にできるかわからないけども、頑張って芯を取っていこうと思ってます。6番さんはね、占いで出たら強人さん確定です。ただ、私はま超人気はやらないんですけども、超人気っていうのは、大体狼が、占い師に出る。で、霊能に強人が出るっていうパターンが22で多いと思っております。で、村の信仰なんですけれども、そうですね。霊能から、まあ皆さん釣りって言うと思うんですけども、もし霊能から釣るのであったとしても、必ずどっちかが、どう思っているか、こっちの方が嘘っぽいとか、こっちの方が真っぽいっていうのは言ってください。6番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。村人陣営です。5番さんについてなんだけども、正直ね、芯でいいと思ってる。芯でいいと思ってる。占い苦手なんで、芯を取り頑張っていこう。正直ね、占い苦手だったら相方に任せればいい話だと思ってる。まあ、あって強人とかね、正直ね、占い苦手なんでって言って出てくる狼ってあんまり見たことないんで、正直これで狼でやってるとしたら、正直ね、もう人間不信になりそう。それぐらい5が芯でいいかなと思ってる。で、駒田さんにね、芯だと思うんで、アドバイスとしておくと、狼はね、役を出したがるんでね。絶対役伏せね。絶対役伏せの進行で、駒田さんもお願いします。以上。7番のプレイヤーは発言してください。はい。5番さんに関しては正直わかんないけど、5番さんの強人はないかなと思ったかな。その理由はやっぱこの曲は占いに狼が出るって言ってたことから、多分強人はない、狼か神だと思ってる。で、ちょっとわかんなかったんだけど、6番さんが白いことから5の神が結構高くなったかな。5、6狼であったら多分6は5を切ってくると思うから、6がすごく白くなったし、あと5番さんが霊能神技、その辺もしっかりつけて精査しようって言ったとこ、5番さんの結構芯あるんじゃないかなと思ってる。だからその、まあ、22になったら霊能神技で結構分かっちゃったりするから、もう霊能の人はマジで芯取る気で頑張ってほしい。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。お願いします。5番さんに関する印象ですが、6番さんが言っていたけど、まあ、苦手だけど、芯止める、取れるように頑張りますって言ってましたね。それってミスリードとか考察甘いガバガバだけど、芯なんで許してくださいっていう狼に見えなかったですかね、6番さんは。あ、ごめんなさい。追加なしだった。60秒かな ?50 秒かわかんないけど、その辺で切ります。すいません。で、あともう一つ6番さんで気になったのは、役伏せ進行ってとこですね。盤面決まってからでよくないですか、その後で。あ、なしじゃないの。ああ、了解しました。すいません。役伏せ進行に関しては、盤面決まってからでいいと思うんだけど、普通に。そんな早々と、それ言っちゃって大丈夫ですかって思うけど。普通に出た方がいい盤面と、まあ、出なくてもいい盤面っていうのがあると思うんで、そこはものすごく気になったけど、そこをまあ村っぽいって思うんだっていう7番さんの印象ですかね。はい。まあ5番さんの審議、まあ一応延長したけど早めに切っときますが、5番さんの印象はまあどっちとも取れるから分かんないっていうところが正直なところで、6番さんの進行論がいまいちちょっとしっくりこないなというところで気になっているというところですね。はい、7番さんについては、まあ、6番への目線が違うなという印象です。はい、印象ばっかですいませんね。はい、以上です。9番のプレイヤーは発言してください。はい、特に必要ないです。そうですね、5番さんが6番さんに白、把握しました。で、5番さんに対する精査なんですけど、占い師苦手なんでっていうのは、
まあ、狼として占い師を語るの苦手なんでって言葉に置き換えても意味が通じることから、まあ、5番さんっていうのはまあそういうことを言うこともあるんじゃないかなと思っていたところ、8番さんがまあ5番さんが狼でも言うことあるよって言ったことがあって同じ目線だなと思いました。ただまあ5番さんの色はちょっとわからないんだけど、6番さんね、5番さんだとすぐの発言の6番さんっていうのは、俺も最初に一瞬聞いたときは、あ、この人真かなって思ったから、ちょっとその更新までにはちょっと時間があったから、6番さんっていうのは白いのかなとは思いました。7番さんはわかんない。1番のプレイヤーは発言してください。お願いします。村人陣営特にしようとございません。みんなが言っている通り、5番さんの印象って結構良かったと思うんですよね。素直に言ってる感じだから、確かに5番さんが真って6番さんがあっこで言い張るのも分かるんだけど、でも村目線、その6番さんがなんで急にもう5を真で起き出したのかっていうのもちょっと不思議に思ったんだよね。でその後に7番さんが6が白いことからみたいな、そこまでみたいな、ちょっとなんか深読みしすぎかもしれないけど、5強で6、7ローとか、そういう目線もちょっと見えたかなって思う。だからその線を追ってしまってるっていうか、ちょっとそれが浮かんだことによって、8、9がまだ5の芯を決めきれないみたいな、だから意見は一緒なんだよ。5が芯っぽいなっていう意見は一緒なんだけど、そこを強く押さなかったところ、まあ、相対的になんかちょっと6、9黒く見えて、8、9、白く見えてるっていう印象かな。以上です。2番のプレイヤーは発言してください。あ、はい、おはようございます。私が真の占い師ですね。9番さん白です。9番さん白なので5番さんは人外確定、まあほぼほぼ人狼じゃないでしょうかね。6番さんについて、6番さん、例えば5番さんが人狼で6番さんが人狼だった場合、あそこまで真の占い師が出てくるのを分かっていて5番さんが真じゃないですかって、あそこまで言わないと思ってます。さっきなので6番さんは白じゃないかなと思って、村じゃない。7番さんの6番さんの白置き理由が全くわからない。白く置くんであれば、その理由がしっかり明確に欲しかった。7番については。8番については、7番、6番への指摘っていうのは真っ当だったと思っている。1番の6、7、ロロっていうのは若干、安直かなと思って、それが1番には引っかかってますね。カリオさんは潜伏していただいて結構です。ただ、レイモーさんだけに関しては、出ちゃっていいと思いますけどね、僕は。それかな。噛まれて乗っ取りとかの方がめんどくさいと思うんで、霊能さんだけは出ちゃってますよ、毎回かな。僕もあんまり新旧曲しかやんないので、フェード曲やんないです、人気曲。9番さんに誘われてきただけなので。なので、盤面整理とか追っつかなくて、おかしな発言、おかしなこと盤面とか言ってたら、どんどんそれは指摘してください。だけ言っておきます。今のところ17、ここは若干怪しんでいますけど、グレーの中での最白1は8番、9番さんが白です。3番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。ごと2が占いで出て、霊能がまだ出ていない。4番が霊能なのかな。まあ1画すればいいよね、4番でっていうところ。その場合は俺はカリウッドは出てほしいかなと思って、グレー釣りになる流れだから、その場合後から出られてもあんまりメリットがないし、釣り値上がった狼が狩り使用して、で狩り新狩りがまあ実際先に出てくるかわかんないけど、その場合で進行が遅れてしまうからね、釣り値上がってから。じゃあクロスゴイで行くのか、カリローラから手をかけるのか、そのためにも4で1画した場合は俺はカリウッドは出てほしいと思ってる。2番なんで潜伏してほしいと思ったのかな。まあ盤面固まってないからっていうことはまあわからなくはない。5番が結構ね、新で思われてる状況で2番が出てきたっていうところで、俺的には結構フラットに戻ったかなっていうところ。7番が結構5番死んでみたいに猛烈に押してたからね、結構7番の5の死んっていうのは実際に死んと思っていってるのか、圧をかけてたのか、どっちかなと思ったけど、7番はちょっと白っぽいかなと思った、あの圧のかけ方ね。まあ、それでも出てきた2番っていうところで、まあそこは評価してもいいのかなと思った。ただしいきなり自己防衛感が満載だったよね。この曲慣れてないから、その発言は正直いらんからやめてほしいかな。で盤面が整理できなかったら言ってくれとか、いやその盤面整理できてない時点でね、結局村人目線って 2番を偽で見てしまうから、指摘する前にあなたは黒塗りされるよ、盤面整理ができないなら。マシンだったら頑張ってよ。
ただしまあ7番の引っかかったら6番がじゃあ白いかっていう、7番はね6番が白いから5番がすごい新っぽいみたいなこと言ってたけど、別に6番は白いとは思わなかったな。その別に黒いとも白いとも思ってないけど、7番の6の白置きは謎だった。ただし厚掛けは良かったかなというところ。8番がそこでの7番に対して結構まあのどの突っ込んでるところも、8番も結構いい印象だったよね。まあ、白とまで言えない。二周目次第だけど。まあ、4番で霊能一角するかどうか。あと霊能に関しては、俺は基本的には釣り切るから、精査したい人はしてもらってもいいけど、霊能の精査は難しいし、占いを決めて間違いないのが村の勝利の勝ち筋だから、霊能あまり精査する気はない。4番。もう3分かりないの、透かしてるから釣りやな。おはようございます、村人陣営でした。多分6番さん7番さんが言ってた5番さんが新っぽいっていうのはちょっとメタっぽいあれなんだけどっていうことなんじゃないのかな。そこに対して、ね、6番さんが白いって言ったのは私は同意した。7番さんの意見は同意した。うん、多分ね 6番さんの5番さんに対する呼びかけと、5がねもし偽だとしても私も6は白かなと思ってて、で7番さんは6白く見たから、私は現状7番さんも今のところ白く見ている。8番さんは67と5が新っぽいって言ってるのに関して、初めて意見してそうかって言ったんだよね。だから私8番さんも結構ね8が狼だったら67の票とかもらいそうだから、8もね今のところはツイチじゃないかなってところ。私9番さんが怪しいかなと思っていて、9番さんの目線って8番さんに結構近かったんだよね。5番さんが、そこまで信って言い切れるかって、なのに6番さんを白置きしたところはすごく違和感があって、そこに対して2番さんが、白出しているので5、2だったら若干私は、2のが偽っぽく見えてる。で1番さんの、5が、5が今日の67ローローっていう目線は素直に取れば多分そういう風には見えたと思う。それを素直に多分1番さんは言っただけのように私は聞こえた。で今日の釣り位置なんだけど、このまま霊能が出ない進行になればなるとすればもう3番さんしかない、3番さんしかないと思ってるかな。今のところまだ1周目だけども、5、2だと若干、9が私違和感あることから、5の方が、新っぽくて、2が偽っぽくて、6はね、どっちにしろ囲われてないような気がしました。ってとこかな。うん。くらいかな。霊能不正の進行でいくんであれば、3番さん釣りってとこですかね。はい、2周目また考察します。5番。さあ白いな。発言してください。4番さんが3番さんの、まあ、釣りっていう意味はよく分かったかな。3番さんが霊能じゃないって判断して3番さん釣り。3番さんのつむらが透けてたっていうことなんじゃないのか。違う。霊能しよう、霊能しよう。ちょっと待ってね。私的にはじゃあもう霊能、精査、まあ2周目、私は発言ができないんで、ね、わ かんないけども、私的には3番さんの、発言が、フラットで見て、笑うわ。霊能の精査難しいって自分で発言してたんだよね。なのに3番さんは霊能で出るんです。これ4決め打ちでいいや。3、4なら現状は3番さんの方が2000に見えてます。で、怪しいと思っているのは、まあ、8、9どっちかなんだけど、9番さんが6しろって言ったから9の狼はないと思ってる。9が狼であるならば、私の片白をね、やっぱり若干何らかの形で黒塗り、の準備で置いておきたいと思うんだよね。だから9はないと思っている。怪しいと思っているのは8。8はね、私の占い地に堂々と入ってきているから、役か、狼だと思ったかな。まあ、占いたいっちゃ占いたいんだけど。で、カギドさんも出なくていいです。出なくていいです。霊能さんが出ちゃったんでね。もうカギドさんは出なくていいです。8番さんの偽要素っていうのは、5はガバガバだけど許してと言っている狼ってはっきり言ったんだよね。私が狼だったらそんなこと言うのかな？どうなんだろう？そんな目立つ発言すると思いますか？ 8 番さん。どうなんだろうね。霊能だったら現状は3からかなと思っている。まあ発言で、もっぺん精査はし。6番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。まあ、5番さんがね、3釣り釣って4芯決め打ちならもう5芯でいいかなと思ったけども、正直3の芯になってないでしょ。3は最初にね、4番さん霊能なのかなと言ってんだよ。しかも、なぜか霊能釣り切りとかいう発言途中で言っていることから、正直3番さんの芯なんかないから、3釣ってね、4決め進行でいいと。まで言えば5番さんのが、まあ、芯でいいかなと思ってんだけども、まあ、3から行くっていう発言はちょっと弱いかなと思ってる。で、正直ね、正直なところ、まあ、5は死んだと思ってるんで、21か29しかないと思ってる。21か29ね。9番さんのやっぱり、
不要素というのは、自分がね、要するに5が死んだ、5が死んだって言って、5の芯を爆上げしてるわけ。ということはね、例えば太鼓の狼が出てしまうと、自分の票っていうのは方法ね、占いの決め打ちになったら5にしか、あ、5じゃなくて太鼓の狼しかいかないんだよね。だからそういう意味でも、狼というのは5にある程度すり寄っておかなきゃならない。ある程度ね。で、八番さんは、一応自分に突っ込んで5を狼と、それの線もあるんじゃないのと突っ込んでおいて、その後にやっぱり9番さんは5にすり寄ってるから、やっぱり9番さんっていうのは黒い人ではあるんだよね。で、1番さんは、5は印象が良かった。要するに、これまで全員が5のね、印象が良かったみたいな発言したけども、正直ね、6と7ぐらいでしょ。8と9は逆だったと思うんだけどね。だからなんか、1番さんの目線がちょっとわからないんだよね。8と9を白く置いたあたりとか。だから正直自分はね、断言するけども、1、2か、9、2かしか見えなくなっちゃったかなっていう感じがするかな。まあ3番さん、そうね。まあ3、4心境だと見るなら9、1、2か、9、2だと思ってる。7番さんに関してはね、やっぱり目線が似てるんだよね。7番のプレイヤーは発言してください。はい、霊能出ないことから白先に霊能がいると思ったから6番さん霊能だと思ったけど違ったんだね。で、俺4番さん死んで決め打ちたいかな。潜伏霊能をする人って、新占いから占いされないようなことをするんだよね。4番はしっかり5の方が新目、2の方が2戦目って言ってるから5の占い位置に入らないような行動を4は取ってるからね。だから4の方が新目、3は強で見てる。その理由って、もう霊能ないのも狩人ないのも透かしたことから、噛まれたくない狂人。今日3番さん釣って4決め打ちで、明日は2番さん釣りでいいんじゃないかな。それか5番さんが黒出したとこ釣りでいいと思ってて、俺はね、1番さんが5強の6、7人狼を追った視点がおかしいから、1、2か、やっぱ1、9かな。8番さんはね、ちょっとまだわかんない。8番さんもあそこで5の芯を上げたらめちゃくちゃ白かったけど、まあ最初に怪しむ視点はいいのかもしれないね、もしかしたら。もう6も7も8も一気に、白っぽく言ったらやっぱおかしいもんね。だからそこ流れ変えた8はやっぱ白いんかな。だから21か29。だから9番さんと1番さん村側だったらちょっと白くなってほしいかな。俺はもう4番さん決め打ちでいく。ただ2周目の発言があるんで、3番さんと4番さんは潜伏しようとしたんだよね。だからその潜伏理由をしっかり聞きたいかな。それによってはちょっと4番さんの潜伏理由が薄かったら4番さんに入れる可能性もあるけど、現状は3番さんつって4番さん決め打ち進行で俺は行きたいです。8番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。3番さんと4番さんに関してですが、まあ4番さんはもう誰もいないからね、発言が。まあなんで、まあ潜伏した理由は7番さんが言うに知りたいけど、霊潜伏での進行としては真っ当だったと思ってますね。はい。でまあ3番さんはなんか霊の脳死ローラークラスの発言をしていますんで、じゃあ3番さんから行かせてくださいと言っております。はい。2号に関してなんでみんなそんなに5番さんが真に見えるのかが全然わからないですけど、僕は、はい、5番さんは自分を怪しんでいるって言ってました。どういう視点ですかって普通に思うし、5番さんは自分の発言が狼じゃ絶対言わないって言っていましたが、そうですかって普通に思うから、はい、まあ2号はフラットです。別に5番さんが怪しいと言ってるわけではないです。グレーに関して言えば、1番さんの視点がよくわからなかったなと思ってますね。1番さんってなんか5を死んで見てる、なんかよくわかんなかった。最終、6級が怪しいとか言ってませんでしたっけ、1番さんって。なんか6級が怪しい、どういうつなげ方なんだろう。まあ、9番さんも確かに、5番さんは最初は怪しいって言った自分の気持ちはわかるみたいなことを言いつつ、でも5番が新目で見えてるっていう、どっちなんだろうっていう意見もあったけど、6番さんはもうこのシーンを盲信していたし、僕の把握も俺だったらすいませんね。確か6級って言ったと思ったから、どういう順序で6級なんだろうっていう印象でしたね。はい。ですね。まあ7番さんに関してはどうでしょうかね。
7番さん目線で5がものすごく真、まあ6番さんも一緒だけど、真で盲信している理由がちょっと不可解だなという印象ですね。はい。まあそこまで露骨にライン繋ぐのかって言われてしまえばそれまでですがというところです。今日はまあ例の3からいきます。以上。9番のプレイヤーは発言してください。発言してください。まあそうですね。はい。2番さんの新芽があまりない状態だけども、2番さんと5番さん、まあ俺が言うのもあるんだけど、2番、5番さんも苦手ですって言って、2番さんもまあ苦手ですって言って、頑張りますって言ってんだから、2、5フラットっていうのは普通の目線だと思うんだけど。で、4番さん、まあ4番さんの方が芯が高いってわかる、わかる。すごくわかる。だけどまあ、そこまで芯置きするのかなぐらいかな。正直わかんない。3番さんの精査もまあ良かったと思うんだけどな、一周目。まあちょっと不思議だなと思ってるのは6番さんで、8番と9番の見方っていうのは同じだと思うんだよね。5番への精査と6番への精査って一周目ね。でそこで8番を後ろに見えて9番を何怪しく見えてる視線というのはちょっとおかしいなと思ったかな。まあまあ、2周目だ。これ1,2か1,9かな。1番のプレイヤーは発言してください。お願いします。まずレギュレーション的に占いに狼が出てて霊能に狂人が出てる、もうこの体で話すんですけど、3番さんを釣って4神決め打ちっていう理由は分かるんですけど、その発言が何役職がない風に言ってたって言ってたんですけど、僕それと違って3番さんって占いフラットに戻したんですよね。だから1周目はそれ白いと思ったんですけど、霊能で出た以上それはちょっと怪しいなっていう、だから3番さんから釣ろうと思ってます。でグレーについてなんだけど、怪しい順なんですけど8,7,6の順ですね。うん、8番さんがやっぱりなんていうの、6,7の話に乗って位置が怪しいとかそういう話をしてたのが一番怪しくは見えたんですけど、6番さんがその6番さんから始まったんですよこの話って。で6番さんがなぜ怪しい位置に入ってるかっていうと、6番さんって、5番を真の占いで見て、で5番にすり寄った人が狼だと思うっていう話をしながら、その6番さんって8、1とかその辺を殴ってるんですよね。だから2、1か2、9かとかその辺で言ってるんですけど、全然すり寄ってないんですよ。だから6、7が盲信してる5、信っていうのを8、9、1っていうのは断ち切って5番さんどうかなっていう話をしだしたのに、6番さんはすり寄った人を黒く見るって言ってる発言があるのにどういうことみたいな、それ矛盾してないですかって。で7番さんがそういう指摘をせずに6番さんと一緒で2、1か2、9で見てますっていう、だからそれが、じゃあ6、7っていうのはないんだけど、それに乗っかった7番さんが怪しく見えて、なおかつ8番さんがそのグレーの精査が甘くてそれに乗っかってる、だから臨場位置的な目線で8、7、6の方で怪しいなと思ってますね。6番さんがそれがなんていうの、あ、しかも8番さん把握漏れしてるしね、俺黒いって言ったのは6、7だからね、6、9じゃないから。以上。2番のプレイヤーは発言してください。はい、2周目ですね。すがすがしいほど芯切られてますね、6、7に。ああ、すがすがしいほど芯切られてるわと思ってます。じゃあ6、7、6、7言います。6番さん、7番さん、5番さん芯で見るんですよね。で4番さん決め打つんですよね。であればあなたたち目線グレー詰めた方がいいんじゃないですか、普通に考えて。3番何で追ってるんですか、狂人で追ってるんですか、人狼で追ってるんですか。強靭で追っているんであれば、普通にグレーズメ推奨すべきじゃないんですか、あなたたちは。それだけ言うんであれば。カリウドでもなさそうな黒1のところに、普通にグレーズリ推奨して、5番シーンだと思っているんであれば、普通に5番の占い幅を狭めるのが、村目線なんてないんですか、普通に思うんですけど、ね、あのシーンが切れるとか。僕も3番のシーンは切ってますよ。今日グレーズメしてください、普通に。8番さんはやはり白いと思ってます。なので8番さん最初白。6番はどっちのムーブで、1周目はさすがにそれはないかなと思ったけど、2周目でそれまだ言うんであれば、6番っていうのも若干怪しみにはなってくる。1番の目線はちょっとよくわからない。はっきり言って。そして5番が1、7に全く触れていない。1、7に全く触れていないところから、
1、7どっちからから詰めていいと僕は思ってますね。投票ばらけて狩人出すのもめんどくさいんで、4番さんが普通に1、7どっちか指定してください。4番さん死んだと思っています。3番は明日すれば十分です。占いって狭めてもらえませんか。意味ねえやん、これ。大丈夫ですか？シーン決めてるんであれば、普通に。カリウド、噛めるやん、これ言ったら。看板のことなんで。辛いとどっかカリウドシーンがなかったら。僕は1、7、どっちかから行きたいと思っています。7の方がなんか、6にすり寄ってるしな。3番のプレイヤーは発言してください。発言してください。いや、2番いいこと言ってるけど、俺がシーンだからね。まあ、あんまり霊能精査を、対抗の精査をする気はなかったけど、なんか俺のシーンがめちゃめちゃ切られてるから、一応潜伏理由は言っておく。俺が潜伏するにあたって、霊能を匂わしてしまったら意味がないよね。それは分かってる。だから霊能じゃないように、もちろん狩りでもないような発言をした上で潜伏するつもりだったわけね。俺が潜伏することによって4番が出てきた。4番はでも一瞬目出なかったよね。そして誰も突っ込んでないけど、4番も霊能潜伏で行くなら今日は3釣りしかありませんって言ってるよね。4番あの時点で出ても一角でしてたはずなのになぜ出れなかったのか。俺は4狼で売ってるね。で俺が出たからこれで芯取れると思って霊能で対抗で出てきたっていうだけ。俺が潜伏した理由、俺が潜伏することによって例えば4番が強靭で出たとする、狼でもしかしたら一発目に出たとする、その場合5番の位置でもう一人やばい霊能が進化したらまずいと思って強狼が出るパターンがあるからね。その場合俺は黙ってても強狼ローラーできるから潜伏するっていうのをだいたいやるんだよ。で4番がまずいきなりね、俺の霊の役がないからって言って強烈にプッシュしてきて、で5番もプッシュしてきたからさすがに霊ので釣られるわけにはいかないから出ざるを得なかったって、ちょっと俺のムーブがそんな悪かったとは思ってないんだけど、4番が俺に猛烈にプッシュしてきた時点であれとは思ったよ。4番がそして霊能って主張するんであれば、なぜあなた一角した場面で出なかったんですか。霊能潜伏なら3釣りしかありません。あなたの潜伏する理由は何ですか、4番さん。でなぜかそれでね、4の芯を決め打とうとしてる。7と8、まあ5もそうか。それ明らかにおかしいよね。4番の新要素は何ですか？私の2要素が明らかに高いっていうことを言ってるのかな、皆さん。俺は別に霊能だけど、別にここで決め打ってほしいとは思っていない、正直。だから4番のローメがある以上、4番を決め打ったら負ける可能性あるけど、じゃあ4が狼だったら村は負けてもいいっていう意味で決め打とうとしてるのかな。俺は4の村を村に落とさなきゃいけないから、まあ今日は必ず4つって。4が白なら強靭でそれでいいよ。4番のプレイヤーは発言してください。はい、サンバさん、ちょっとそれは無理がないかな。私がもしローだったとしたら出ませんよ、絶対に。初日に潜伏したのは、結局自分が霊能だから3のね、霊能ないのすかすのが私は許せなかった。ね、噛まれる可能性があるから、潜伏したのは1日目潜伏して2日目にカリドさんがご栄をいただければ2日目に例えば初日グレーを詰めて白が出たとしましょう。次占い質釣りいきますよね。したら、もう1日結果が落とせるんですね。だからその進行が私は村がすごく強いと思ってるから潜伏した。だから私が、潜伏して3番さんってだって霊能ローラー脳しない霊能ローラーしますって言ってる真の霊能師がいますか。で私が3が出てきて、で私が3がもし霊能しようって出てきて、私が狼だったら出てきますか？ローラーされるんですよ。うん、そこの3番さんの例にはちょっと無理がありすぎるかな。うん、で、私が、3番さん釣りを強く押したところから3番さんが出てきたんでしょう。で、本当はね、潜伏したかったけど、対抗出た以上出ないと、2日目以降の考察が鈍ると思って出ました。で、6番さん、7番さんは、しっかりね、新決め打ちって言ってくれたことは、すごく嬉しい。占い師さんも2人ともね、新進行で言ってくれるっていうことだったので、安心してますが、今日は、太鼓の3番さん釣って、そこから、また、占い結果と聞いて審議していきましょう。私、1周目と変わらず、6番さん、7番さんはやっぱり白いと思ってて、でね、1番さんも私ね、そんなに黒くは見えてないんだよね。私はどうしても2級に見えてしまう。9番さんが3番さん釣りたがらなかったんだよね。今日、強靭残したいんだろうなっていうふうにどうしても見えてしまった。って感じかな。5番さんは相変わらず死んで見ていて、6、7白いと思って、3を強靭だと思ってますが。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。さあ、グッチョブ出したいね。3番のプレイヤーが選ばれました。2が7、いや3番
のプレイヤーは発言してください。まあ4番の色を落とすのが俺の仕事には最後の仕事だと思ってたんだけどね。まあで4番決め打つ進行を本当に取る気なのかな。4番が狼で最後まで噛まれなくても大丈夫なの。なんで4番は自分で私が狼なら出ませんよって、霊能に狼が出ない証明なんかありえないでしょ。分かってるかな。なんで霊能に狼が出ないってそれで4番の真が主張されるのかわからないけど、俺には新郎新郎もありえるし、狼単体で出てくることも全然あるよ。あなたの出方から俺は狼があると思った。1周目に別に出て一角したら狩人で守れるけど、別に2日目それで潜伏するっていう村りがあったの。俺はさっき言った通り2使用3使用もしくはそれによっては2使用そのままローラーできる可能性があったし、1使用でも狂人が出てれば噛まれてから出ても全然俺は場面逆転できると思ってるからね。まあ決め打つっていうのはまあ負けてもしょうがないんじゃない。これ、黒が出なかったら二釣りかな。夜が来ました。目を閉じてください。いや、五番に占ってほしくないけどね。目を開けてください。カリウドは守る相手を選んでください。さあ。ぶっちょぶ出したいね。ぶっちょぶ出したいね。さあどこ守るタクマ、ここだ。ほれほれ、ほらほらべ。もう豪噛まれても勝てると思うけどね。4噛まんやろ、さすがに。いや、6守ったのはね、2神の5、6神のもワンチャン追ってるから、地神する可能性もあるから。朝が来ました。昨夜は誰も知らない。ほら来たよ。5番のプレイヤーは発言してください。6番のプレイヤーは発言してください。また。何？あ、タコさん、仮仕様。6、ああ、なるほどね。1番さん狩りで対抗と。正直自分は2番さんが全しか見えなかったけどね。2番さんさ、あの自分にさ、芯切るな、3番さんの芯を切るならグレー詰めとか言ってたけども、自分は1周目でね、約束は伏せてくださいって言ってんだよ。伏せてくださいって言ってるのにさらにさ、その自分に対してグレー詰めすべきでしょっていうのは明らかにおかしくない。あと7番さんが白い理由は、自分はね、5番さんがね、要するに、苦手だから、占い師がね、苦手だからっていう発言で、自分の5の芯を爆上げしたわけ。で、奈良間さんの最新は、ね、は分からないけども、自分が白いことから、5は芯があるねと。でもね、奈良間さんその後にね、なんだ、霊能を芯、芯ならね、芯取り切って頑張ってって言ってるの。それって要するに5番さんがさ、苦手だからね、芯だとしても、実現する可能性があるから、たとえ、占い師が、精査間違ってね、ミスっても、霊能してちゃんと頑張ってくださいって、ケアしてくださいって、ちゃんとね、奈良間さんって村虫なんだよ。完全に村虫なんだよ。だからそういう意味でもね、奈良間さんはかなり白かったんで、なんだっけ、1と7をね、まあ1番さんは黒いと思ってたけども、奈良間をね、釣り位置に上げている。しかも、今日黒だっけ？明らかに2番さんに偽だと思うけどね。で、あと、自分、紙が発生してるんでしょ？自分は5、要するにね、自分がね、要するに5神5神って言っておけばさ、明日、まあ要するに今日ね、自分噛まれれば情報になるでしょ。要するに自分が邪魔な2番が狼だっていうね。正直2か狼しか見えないけどね。2番さん行きます。7番のプレイヤーは発言してください。はい、しっかり護衛理由言いますね。5番さんの方が明らかに神明が高かったんで、6番さん護衛してグッジョブ出ました。で、4番さんは神決め打ってます。
どうしよう。2と7のランでいく ?2 と7のランでいこう。まあ三強陣で見てるんで、もう一二陣路しかないよね。やっぱ一番ってちょっと怪しかった。六七陣路の五強追ってたから、占いに強陣が出てる視点を持ってたのもめちゃくちゃ怪しかったからね。んでやっぱ八番白か。自分昨日悩んでて、八番はやっぱ白っぽいって考察残してるから、九と二の相方は九と一どっちかにいると思うってちゃんと残してるからね。けど9番さん疑って申し訳ない。9番さんは白だ。だから、1、2人狼、3強。どうしよう。2と7の欄でいいかな。4番さんそれでいいんだったらちょっと言ってほしい。俺は2と7の欄にしてほしいかな。で、2番さんの狼要素って昨日やっぱ役出そうとしたよね。その視点もめちゃくちゃ黒かった要素だと思ってる。今日じゃあ2と7のランでお願いします。1、2人狼、3強陣。今日俺2番さん入れます。4番さんちょっと2と7のランで提案してほしい。8番のプレイヤーは発言してください。まあ2と7のランはわかりますと。はい。まあ、1、2か5、7ってことですよね。まあ、4番さんの苦労は、まあ、ないでしょう。ほぼほぼ。まあ、4番さんが強靭かどうかは正直分かってません。まあ、いずれにしても決め打ちは外せないんで。まあ、4番死んだったら外しても大丈夫だけど、っていう期待だけ持たせておきましょうかね。はい。まあ、1番さんに先に言っておくと、把握漏れはすいませんって謝っておきます。はい。無駄な黒塗りになっていたら申し訳ない。まあ、誰も聞いてなかったら別にいいですけど。ね、2番さん、単純に占いだったら、2番さんと5番さんであれば、自分は5番さんの方が偽で見えてます。正直なところで言うと。はい。ただ、1と7であれば、7の方が村っぽいかなという印象なんですよね。なので、ものすごくどうしようかなと思ってます。はい。いや、5番さんをめちゃくちゃ信用気している6番さんと7番さんの視点が僕は全然わからないんですよね。ちょっとその辺をなんか勉強したいなと思うぐらいです。もし5番さんが死になる。はい。まあ少なくとも6番さんは5番の相方ではないので、まあ7番さんが仮に5、7だった場合っていうのは7が5をゴリゴリ新面で置くのはまあ、ライン繋ぎすぎだけどわからなくもないけど、6番さんもそういうふうに見えているっていう視点が自分にはちょっとわからないなっていう印象なんですよね。はい、2と5で精査するとね。はい、まあ1と7であれば、そうだな。まあ7の方が現状は村っぽい方に見えているけど、まあ GJ 先だけ1番さんには聞きたいなと思ってますね。一応それだけは。はい。まあ発言聞いて、まあ2と7のランスね。どちらかに入れます。以上。9番。のプレイヤーは発言してください。ああ、そっか、ジャズさん、何、1番さんもグッジョブなのか。あ、そういうことか。ああ、じゃあ、ん?全人が露出ってことですね、はい。これ、1番さんの、守り先だけ教えてもらって。まあ、神なしってことはないんだろうな。ちょっと俺、神なしをちょっと落ちたけど、まあ、まあいいや。4番さん行けば、一陣が落ちるで。だから、話聞いて決めてもいいけど。っていうぐらいかな。はい、以上。1番のプレイヤーは、発言してください。はい、お願いします。まあ5、7、狼の三強陣、まあこれが硬いですね。7番さんが俺のグッチョブ先を焦ってパッて言ってることから、まあ7番さん黒ですね。で、7番さんの黒予想、まあ7番さんが2、7の欄にしてくださいって、占い師が今5を真に結構見られてる状態で、別に7、1の欄でもいいわけですよ。そこを今弱ってる占い師の方に向けてるっていうのがまず陣外予想で、あともう一個なんですけど、7番さん昨日
片代先に霊能が出てるっていう発言したんですよね。だからそれ時系列おかしくないですかっていう話。7番さんの位置でそこで、だって5番さんの位置ですぐ3、4がポンポンって出たわけでしょ。で7番さんはいやてっきり片代に霊能がいると思いましたみたいな。7番さん3番手ですよ、何言ってるんですかっていう話。これ誰も拾ってないのがちょっと難しいな。まあ昨日言えなかったものはあれなんですけど、だから結局6番さんの話に乗っかって7、8が黒いって言ったじゃないですか。で8番さん把握まですいませんでしたっていう話もやってるし、結局7が黒軸なんですよ。それが分かってもらえないかな。だから7、2の欄でっていうのが弱いところについてるってだけなんですよね、7番さんが。これ4、5、6が手に入れたら勝てるやろ、問題は8と9だよ。これですかね、黒、もう黒目を上げるとしたら7番さんのそれ、それに納得してもらえないんだったらもう負けですね。はい、今日は7番さんから言ってください。7、2の欄でいいと思いますよ、7番さんからそれ提案してるんでね。だけどそれを弱ってるとこにもう矛先を向けてるっていうのは村人目線も分かってほしいですね。今日7番さん言ってください。以上です。2番、5が狼で6がメリットないよな。はい、おはようございます。4、6、8、9、1にいます。今日27の欄じゃないです、25の欄です。今日に関して理由を言います。昨日6番さんを守られてグッジョブが出ている段階で、村目線的に考えたときに17審議がつかなかった場合、いいですか ?17 審議がつかなかった場合ですね。必ず17っていうのは4番のことを守れるんですよ。17を放置して25の欄にして174を守らせることによって4番からの情報が落ちる。例えば今日、僕を釣ります。僕で黒が出た場合っていうのは、12色、釣り切り、村の勝ち。僕で白が出た場合っていうのは、5、7、釣り切りで勝ち。どっちみち勝ち確場面なんですよ。3番が強人で落ち、ほぼほぼ落ちているから。人狼ではないと思ってます。うん、5強はないと思ってるんで。なので、勝ち確場面なので、2、5の欄です。それを7番っていうのは、2、7の欄に持っていきたかった。ワンチャン誰かが1、7の欄、いや、17を選んで狩人どっちからでいいでしょうっていうので新狩りの1番を釣ろうっていう風な考え方だったんじゃないですか。普通に村目線の話をすれば2、5の欄にするべきです、はっきり言って。そうすることによって確実に勝ち確場面が村目線作れるんですよね。それが7番の偽要素です。焦っちゃったんじゃないんですか、普通に7番さんね。2、5の欄にすれば勝ち確だったのに2、7番って失言レベルですけど、それを聞いてもまだ6番さんっていうのは5番の芯を追って7番を芯刈りとして追うんですかね。今日は5番から言ってください。2、5の欄、いや1が6の護衛理由は4番ないでしょう。発言してください。1番さんは6グッジョブで合ってますか。ちょっと考察したいんで早めに書いてください。6ね。だとしたら私7番さんが死んだと思う。1番さん、6番さんって1のことをめちゃくちゃ怪しんでたのに、1番さんが6を護衛すると思わない。ね、プラス7番さんは、6番さんと意見が一緒。私初日から言ってるけど、6、7は白いって言ってて、7番さんは6護衛をするっていうのは納得いく。かな、うん、だから、3番さん結局強人だったから、1、2かやっぱ5、7なんだよね。9番さん疑ってごめんなさい。うん、なんだけども、1が6グッジョブだっていうのは私はすごくおかしいと思う。1はもし新狩りだったら9とかを守ってると思う。もしくは占い師か、もしくは私。だから、1が6グッジョブっていうのは私納得いかなくて、7番さんが、偽だとして、狼だとしたら、6は私噛まないと思うんだよね。6番さんって7番さんのこと白く見てたし、7番さん自体も、6番さんの意見と一緒って言ってた。すり寄り、意見は一緒だったけど、初日からすり寄りって感じじゃなくて、7番さんは結構自分の意見をしてたように感じるかな。うん、だから17で言うと、どうしても私は7番さんの方が、6グッジョブだったら納得いくから、今日は27の欄だったら私は2に行く。で色を見させてご栄をください。17、ね、どっちにしろ私のこと守れるでしょ。3が強人だから確定してるから、2で白が出るか黒が出るかで精査がつく。うん、もし2で白が出れば、7番さんが偽ってことになるし、5番さんも偽。うん、だから、今日は27の欄にしてください。で私は、2番さんに行きたいと思ってます。投票を始めてください。違う、私じゃありません。何かの間違いです。
これ読んで陣外でこれやってたら怖いな。2番のプレイヤーが選ばれました。2が 5?2 番のプレイヤーは発言してください。はい、え、だから2号の欄だってんじゃん、村目線的に考えたら。4番大丈夫頭。ね。わざわざあそこまで来さ、わかりやすく説明してあげたのに、それでも2号の欄持ってきて。4番ワンチャン強人とかじゃないの。3のシーン、あれで、あの、招集の発言で聞いてたけど、ガチで大丈夫。これで4番が俺に黒とか打ってきた場合、マジでガチ強人だから普通に負けるかも。こうなろう。あれだけ説明してなんか俺釣りに27ランに持っていくって相当4番臭かったんだけどな、今の発言。あまり死んで終えないな、発言では。はっきり言って。いや、これ4が強だったら強いな。確実に5なんて言ってもらえれば勝てるんで。4強だったら負けですね、いずれにせよ。うん、まあ、その時は3番のムーブが悪かったってことで、3番の先輩。6カムだろうね。まあ、何をもって僕に投票してんのか分からないですけど。8、9。6カムだろうね。8、9に関しては、ね。何をもって僕を見せようと思ったのか。うん、で僕は村目線の話しかしてませんけど、村目線の勝ち筋をしっかりと明確に教えてあげたかった。これどうしよう。それでも僕に投票する。よくわからないです、この。あと、別に僕役職出ないでいいって言いましたよ、ね。昨日だって。それって7番に熱唱されてますから、ね。役職出ない段階で4番がグレイチを指定すればいいって言った、ね。これ1は4の偽にかけるしかないしね。そこに投票を集めましょうって言ったの。夜が来ました。目を閉じてください。カリウドは目を。これロック面がしてくると思うんだよな。まあいいか。四声しとくか。ありがとう。ああクソニグッチョブ狙いたかったね。これ一人も仲間殺さずに勝ちたいね。いや4番これ強靭でやってたら強すぎるやろ。これ4強靭でやってたらめっちゃ強すぎる。朝が来ました。昨夜死んだのは、あー普通に噛んできた。6番、いや黒って打ってくれよ。7番、あーよかった。発言してください。いやね、俺4守ろうか捨て声しようか迷ったのよ。いや、うまい強靭の可能性があったから、4って。まあけど、4死んだね。まあ、俺の精査もしっかりしてくれたし、8番さんも9番さんも4番さんの精査で分かったと思ってる。6番さんから俺白く見られてたし、俺は5新宿で追ってたが6声するよね。あと1番さんって、6、7人狼追ってたからね、5強。5強の6、7人狼って1番さん追ってたから6を護衛する理由はないと思うよね。だから今日1番さん行って終わりましょう。ちょっと犠牲者6番さん出たのは残念だけど、今日1番さん行きます。8番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。まあ仮に5、7は黒黒の4強靭だったら、まあどの道負けだけど、まあ4番さんが強靭だったら絶対に白結果を打つと思っているので、うん。まあ4番さんは、まあ真。まあ狼もあるか。
まあ、一応結論から言うと1に行きますが、4番さんの狼目だとどうなるんだ。わかんないわ。その線はちょっとわかんないんで終えないです。まあ、2番に行った理由は、2番が自分釣りでもなんか価値格ですって言っていたのでっていうのもあったし、あと、まあ、4番さんの6号 A の精査が、なるほど完璧だなと思ったんで、もう完全に4番さんに賛同させてもらいましたね。4番さんが偽だったとしたら、村の皆さんは本当にすいませんとだけ言っておきますが、まあそんなことはないでしょうってところで、1番に行きます。9番のプレイヤーは、発言してください。そうですね、2番さんが死んだったらごめんなさいって感じですね。1番さんに行きます。1番のプレイヤーは発言してください。お願いします。噂のたくまさんとやって、まあさすが強いなと思いましたね。67がまあ2129追ってたんで、まあさすがだなと思った。だからしかも7番さんの言ってる4がうまい強人っていうのね、俺もそれ追ったんですよ。それ追って6噛んでるんですよね。だから7番さん本当うまいと思います。でもさすがにちょっと6番さんのあの強靭じゃないわ、6番さんのあの仮ムーブ、うん、6番さんの仮ムーブで7番さんが6守るって、で67がフレンド同士でよくやってるって言ってたから、ちょっとさすがに配信でねこねてるっていう感じに、さすがにそんだけ連携取れるかみたいな、うん、6が背村でそんだけ仮ムーブできるかっていう、うん、7が借りたのかも分かんないのに、なんかちょっと伝達あった感じがしたな。まあ負け惜しみかも分かんないけど、いやでもさすがですね、7番さんの4強位うまい強位っていうのはさすがに鋭いなと思いましたね。はい、ありがとうございました。4番のプレイヤーは発言してください。よかった。なんか霊能引いていつもね、ローラーされて終わるんで、こうやって決めてくれた6番さん7番さんのおかげで勝てたと思ってます。いやー嬉しい。多分ね、1番さんの心配してることはないと思うよ。7番さんすごく上手い人だし、うん、いやでも本当よかった、ありがとうございます。なんかね、霊能決め打ちってなかなかしてもらえないから、もう本当6番さんと7番さんのおかげで、しかも7番さんが6をグッジョブ起こしたことがめちゃくちゃすごくて、それのおかげで、1と7の審議もついたってところだったので、あ、めちゃくちゃなんか嬉しいですね。ありがとうございました。1番さん言って終わります。5番のプレイヤーは発言してください。はい、4番さん全然白かったですよ。もう本当に死んだなって思ってましたもん、発言でもね。なので4番さん実力ですよっていうところ、7番さんありがとうございました。6番さんもありがとうございます。まあ、拙な占い師で申し訳なかったです。8番さんごめんね、私結構デフォで黒いんですよね、うん、ただ勝ててよかったです。うん、467ありがとうございました。1番さん釣って終わります。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。いやー、これはちょっと気持ちよく寝れるわ。1番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了、村人の勝ちです。いやー、これ動画しよう。神道札のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。